1、藤村晃子が強い。得票数を最下位当選者得票数で割った惜敗率は30%を超えた。藤村は動物保護活動家として長年の実績がある。昨年横浜市長選に出馬宣言をして知名度を上げた。実際には衆議院神奈川3区に出馬した。2、他の候補はゼロからのスタートにしては健闘した。今回の成績は最終的なものではない。次の戦いは始まっている。今回は初めてにしては健闘したで済まされる。だが次は当選が目標だ。まずは市町村議会議員選挙で当選者を出して成功体験を積もう。そして次期衆議院選挙では小選挙区から当選者が出るよう精進しよう。